どうもこんにちは、アイロンおじさんです。以前紹介したこちらのサロニアのスリムアイロンなんですけど、動画で紹介したらわずか1時間公開してからわずか1時間で売り切れましたみんなポチりすぎ今すぐポチってって言ったけど、ポチりすぎ。アマゾンにね、その在庫を調べたんですけど、ものすごい数売れてました。はい、みんなそれだけアイロン好きなんだなと思って、これね、なんかお客さんが欲しければなんかプレゼントしようかなとも考えてるんですよね。うん、もしいたらなんですけど、まあそんな感じでね、月1でアイロン紹介して、また来月もね、あ、これすげえ気になるなってアイロン見つけちゃったんで、ちょっとね、また紹介しようかなって思うんですけど、最近気になってるのがダイソンからカールアイロンだけの新しく発売されるみたいなんですけど、絶対ストレートアイロンも発売するなと思って、僕は発売したら即ポチろうかなって思うんですけど、なんせダイソンって何でもかんでもドライヤーにしろ、掃除機にしろ、値段がね、高いので、ちょっとビクビクしてます。まあそういうね、アイロンとかのリクエストあったらぜひコメント欄に書いてください。で、もしよかったら、お情けで高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ということで今日はですね、こちらの、スリムアイロンを使って実際に、フルでセットしていきたいと思います。前回が、アイロン軽く入れて、まあどれぐらいの使用感かっていうのをレビューしただけなんで、今回はがっつりセットして、まあ、がっつりって言ってもいつも通り僕がセットしてるような感じでセットしようかなと思うんですけど、どれぐらいの使い心地なのか、実際にやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。今回は僕最近やってるのが、波打ちと束感を混ぜたミックスのスタイルをやっていきたいと思います。アイロンの温度は、150度でやっていきたいと思います。あとコメント欄で黒と白だとこのプレートの滑りが違うって言ってたんですけど、実際どうなんですかね。色によって滑りが違うってなるとだいぶそれは製品に問題あると思うんですけど、そんなことはないと思うんですけどね。最近やっと晴れてきたので、晴れてきたというか曇りが多かったと思うので、ずっとね照明焚いてやってたんですけど、やっと自然光でね撮影ができてすごく嬉しいです。やっぱり羽根感作るのが一番やりやすいですね。あとは波打ちとか耳周りすごい処理しやすいです、このアイロンだと。で、多分この動画見てる頃にはもうポチって届いた方多いと思うんですけど、どうです、使用感、使用心地、使い心地。まあ、なんせね3000円なんで、これでね、文句がの付けどころがないと思います。あったとしてもまあ3000円だしいっかってなっちゃうんですよね。結局は高い買い物したらそりゃね、求めるものっていうのはめちゃめちゃね、ハードルが高くなってくると思うんですけど、3000円でねそこそこ使いやすかったらね申し分ないですよね。で、あと僕最近洗い流さないトリートメント使ってないので、もうそれ使えばね滑り最強だと思う、正直これはすごいよ本当に。3000円でこれはすごい。はい、ふわっとした感じに仕上げました。まあ、最後に軽くワックスつけていきます。今日はね複雑な混ぜ方します。1対1対2で混ぜていきます。波打ちのやり方に関してはよかったら過去に詳しくやった動画載せてるので見てみてください。本当にワックスは簡単なんで。ちなみに僕のベースのカットは、マッシュウルフですね。顔周りは短めなんですけど、襟はちょっと長めです。もう適当にバーっと下ろしちゃいます。これで完成するので簡単です。
い、ということで完成しました、こんな感じですということでですね、使ってみた感想なんですけど、やっぱり細いタイプなので、波打ちとかね、耳周りの、そっと跳ねとか、そういうタバカンを作るときにはめちゃめちゃ使いやすいです。はい、まあメンズは細いアイロン選んどけば間違いないかなって思います、これに関しては。まあ、あとはね、編集で多分音聞いてもらったと思うんですけど、こうキュキュキュっていうね、引っかかりはやっぱ若干あります。僕は、ブリーチもまあダメージももう半年にね 3,4 回ぐらいカラーとブリーチを、両方ともね各々繰り返してるので、やっぱり、傷んでるのでそれなりに引っかかりはあるかと思います。でもこれぐらいね、動きは全然出せます。ちょっとね引っかかるのが気になるぐらいかな。うん、黒髪で健康毛の人がやればね、ほぼ、そんな気になることはないんじゃないかなって思います。まあなんせね、これ3000円だし、もしアイロン持ってなくてアイロンデビューしたいって思ってる方はこれ買えばもう当分は買い替えなくていいんじゃないかな。もう次は本当にもう2万円3万円とか、結構ねいいやつ買っちゃってもいいんじゃないかなって思うぐらい、みんな結構ね一番最初は安いものを、まあ1万円ぐらいいかないくらいのものを買ってね、なんかこう最後すごいいいやつ買ったりとかっていうね段階踏んで購入される方多いと思うんですけど、これはね、だいぶもうこれ1本あればいいかなと思う。なので、ね、僕今年一押しおすすめの、サロニアのアイロンです。アイロン検討されてる方いかがでしょうか。下にもね一応 Amazon のリンク貼っとくんですけど、この動画アップする頃にアマゾンの在庫が入荷してるかちょっとわからないので、まあ一応チェックしてみてください。で、アドストのスリムがアマゾン販売してなかったんですけど、最近見たらアドストスリム販売してたので、なぜかこれは転売なのかそれともアドストスリムが販売してるのかわかんないんですけど、一応そっちの方もリンク貼っておきます。気になってる方いましたら見てみてください。ということで、この動画もし、少しでも参考になったら高評価コメント、チャンネル登録お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。